これは寂しかった子供たちが大人になる途中の話。俺？お前とやってみたいことがあるんだ。このデモ作りかけのままなんだよ。やりたくねえ。元彼の曲ね。ラブレターみたいなものでしょ。どっちみち何もかもこれから変わっちゃう。お前はすげえな。なんだかんだ一番舞台の近くにいる。なんで上野山くんはヒイラギのサポート受けたの。想像以上にあいつらがかっこよかったからだ。俺はユキってやつがお前以上とは思えない。ユキは魅力的な男だったよ。だってお前もユキのことが好きだったから。お前が好きなんだけど。なんか分かっちゃったかも。ユキが書きたかったこの曲の続きが。は？お前金色もらったことねえの？そうやって格好つけて欲しがるのやめるな。